チャラリンコ、今回は恵方巻き屋巻き寿司に欠かせないかんぴゅうを煮ていきます。かんぴゅうを水でさっと洗い、塩を一つまみ、水ですすぎながらきれいになるまで洗っていきます。鍋に水とかんぴゅう、酢を少々入れて火にかけます。沸騰したら火を弱め、かんぴゅうの厚さにもよりますが今回薄いので2分茹でます。ザルにあけて水気を切ります。鍋にだしを 250ml、 みりんを大さじ3杯、酒を大さじ3杯、醤油を大さじ3杯、砂糖を大さじ3杯入れて火にかけます。沸騰したら火を弱めてかんぴょうを入れていきます。落とし蓋をして弱火から弱めの中火で汁気が少なくなるまで煮たら火を止めて味をしっかり含ませて完成。ぜひお試しください。